メーラ・ヌルミは、アメリカ合衆国の女優である。怪奇女優、バンパイラの芸名での活動で知られている。1922年、フィンランドのペサモ州に生まれる。2歳の時に家族と共に、アメリカへ移り住み、アシタビウラで育った。後に、オレゴン州へ移り、同州のアストリアにある高校へ進学した。モデルとしての活動を経て、ロサンゼルスへ渡り、 1947年にノークレジットながらイフ・ウィンター・カムズで映画デビューを飾った。後にブロードウェイなどの舞台にも立ち、女優としてのキャリアを積んでいく。1953年に振付師であるレスター・ホートンによる仮面舞踏会にアダムスのお化け一家のメインキャラクターであるモーティシア・アダムスから着想を得たタイトな黒のドレスと黒の長髪で着飾った衣装で参加したところ、 テレビプロデューサーの目に留まり、ホラー映画のテレビ放映時のホスト役に抜擢されて、バンパイラというキャラクターが生まれた。1954年に彼女がメインのバンパイラショーが放映され、その後もバンパイラという芸名で数々のテレビ番組へ出演を果たした。彼女が出演していたテレビ番組がアメリカ史上最低の映画監督として知られる。 エドウッドの目に留まり、1959年にウッドが監督した SF 映画、プラン Q フロムアウタースペースにバンパイラ名義で出演。独特な雰囲気のバンパイラガールを演じて印象を残した。1994年にはティム・バートンが監督でエドウッドの監督人生を描いた電気映画、エドウッドが制作され、バンパイラ役を。 当時のバートンの恋人だった女優で、モデルのリサマリーが演じている。2008年1月10日、老衰のためロサンゼルスにある自宅で死去。85歳だった。ありがとうございます。